こんにちは、皆さん、シーズン1お疲れ様でした。僕のシーズン1の最終順位なんですけど、まあ、今回は539位。まあ、自分としては、もう全然大満足な結果で終わることができました。でね、今日紹介していくポケモンなんですけど、そんなね、僕を3桁の、まあ、500位前半まで導いてくれたポケモンたちを、まあ、紹介していこうっていうところで、はい、本日紹介するポケモンはこの、ね、かわいいかわいい、ハラバリーちゃんです。改めましてこんにちは。本日はね、このハラバリーを紹介していこうと思います。で、このハラバリーなんですけど、まあ覚えてる技がテラバーストで、パラボラチャージ、ボルチェン、足場となってます。で、まあテラバーストは今回フェアリーテラスタルで採用してるんで、まあフェアリーテラバーストになります。で、努力値調整なんですけど、もう CD ぶっぱで直気を持たしてます。で、まあ特性は専用特性の電気に変えるですね。この子がめちゃくちゃ強くて、まあ、言うたら、そのマリルリーみたいな感覚で使うことができるんですよ。まあ、実質、テラスタルを切っちゃえばフェアリータイプにもなれるんで、環境に多いドラゴンタイプとかに対しても、一方的に殴っていくことができたりとかして、まあ、それ以外にも、まあ、持ち前のこの耐久力を活かしまして、うん。まあ、物理技とかでも、まあ、ある程度のポケモンの技だったら、全然平気で耐えるぐらいの、耐久力持ってるんで、うん、そこで攻撃をもらって充電してからのこのパラボラチャージでまたそれが回復しちゃうんで、もうとんでもないね、崩し性能持ってましたね。うん、まあ、言うたらマリルリが、まあ、タイプ12倍のなんかドレインパンチで殴って回復してくるみたいな、そんな感じの運用ができちゃうんですよ。で、まあ、サザンドラとか、まあ特殊ドラパルドとかに対しても、まあある程度有利に立ち回っていくことができたんで、ね、ほんとね、今シーズンはね、まあ、まだ環境がまた変わるでしょうけど、まあとりあえずは、この子をちょっとみんなに使ってほしいと思いまして、はい。ぜひ使ってみてください。それではちょっと対戦の方に行こうと思うんですけど、本日のこの対戦内容が、以前僕がライブ配信してたところの切り抜きになるんで、まあリスナーさんとのコメントのやり取りとかが途中あるんですけど、まあその点はね、ライブ配信の切り抜きっていうことをあらかじめご理解の上ご視聴いただけると幸いです。それでは潜っていきます。いるか、マジ巨人音多いな。多分寝てるでしょうね。ウィンディー、セグレイブ、サザン、ジバコ、巨ジオン。なるほど。なんかね、タスキセグレイブとかもおったな、そういえば。セグレー。ハラバリー、どうしよっかな。いや、多分巨人王は絶対来るんだよね。イルカマン、巨ジオン、アット1みたいな感じじゃないかな。ジバコとか。あ、ブラッキーでいっか。マジみんなのレンタルパ貸してよ。それで、ね、マスボまで行きたい。お、やっぱイルカマンから入ってきた。いや、俺はここでね、巨人を呼んで自信を打っていくわけですよ。痛いなこれ。ハチマキだな。セグレイブ？教授もいないの？
そっか。何持ってんだろうな。イカサマダイスかチョッキとか。お久しぶりです。巨剣、おお結構痛いね。これワンチャン次のつららばり5発で死ぬな。ここ電磁波でもいいんだよね。でも電磁波してさ、巨獣音出されるのいっちゃんだるいから、まあイカサマ打つか、素直に。透かしてもやばい。ウィンディ、え、これってさ、巨剣打たれたじゃん、引っ込めたら変わんないんだけど、俺よくわからん、これ。これどうなの？これ何？インファ打ちに来たよ、みたいな。何これ、インファイト打ちに来たの？まあでもブラッキーはね、取っておきたいからな。強気にゴーストテラスタルするっていうのも、これもういいな。ブラッキーでテラスタル切って、うん、電磁波当てよう。初見です。自分もサブアカマスターボールまで上げてます。一緒に頑張ろう。これ絶対インファイト打ちに来たでしょ。じゃれつくか。もうビンビンに酔うわ、ほら。これなんだったらなんか電磁波連打でもいいな。一回電磁波打つか。一回電磁波打っとこう。様子見を。居座ってきたブレードラン。なるほど。それだったら願い事してセグレイブに変えて、うん、HP 回復させるか。いや動いてほしいな普通に。マジか。え、だったらさ、うわ、めっちゃ中途半端なんだけど。イカサマで芝居とっか。あ、これどっちでもよかったな。うん。イルカマンかな？日大タックルしてくんのかな？セグレイブから入ってきたら、あ、まあそうやな。日大タックラーね。一番いらないのハラバリーなんだよな。さすがに水テラス日大タックルでも耐えられんか。
残しといても。ジェッピーは甘えじゃない？なんでジェッピーなの？反動がそんなに嫌だったのか。それは甘えちゃったね。結局なんかセグレイブの同速勝負になりそうだな。え、なんか居座ってきてんだけど、まあいいや。しびれたからいいや。ちょっと待って、うちのセグレーブが削れちゃうと結構きついんだけど、さすがにつぶて圏内とかには入らんよな。ここ変えるの？なんで？結局同速勝負だなこれ。まあ日頃の行いいいから。オッケー。でも日大タックル打ったら打ったら反動で死ぬし、さすがにジェッピーだったら腹張りも耐えるから勝ちか。いや本当にぜひ使わせてください。ぜひぜひ。結構巨人をうちのパーティー刺さってたんだけどね。なんで選出してこんかったんやろ。タバコもまた値上げするらしいしね。タバコももうやめないかんな。ドラーパー腹張り、ミトム海流、なんだっけ、サル？ワニ？いやもうほんとよね。全然小麦粉とか使わなくても普通に、なんかステーキ屋さんとかもめっちゃ値上がりしてるし、100円ぐらい。まあ、その100円じゃんって言うかもしれないけど、10回行ったら1000円違うからね。100回行ったら1万円だから。チリツモよね。これ難しいな。どうしようどうしよう。ちょっと待って、これクソ難しいんだけど。やべえ決まらん、やばい決まらん、やばいどうしよう、やばいやばい。ああ、家畜の餌代ってことか。なるほどね。うまい棒って今何円なの？昔10円とかだったじゃん。ドラパン、はい。
もうこのタイムはオーバーヒートします。なんか相手がフェアリーテラスタル、クソダリーじゃん。なんか身代わりドラパルト今日2回目なんだけど、流行ってんの？何ですかこの残飯って。やばい、気持ち悪いって。身代わり金縛り鬼火電磁波たたり目みたいな。ってことはガモスにすることないよね。金縛りぐらいか。あーもうマジめんどくさいやつ多いな、ほんと。金縛りドラパルトとかお前使うな、マジで。ドラパ泣いてるよ。僕本当はドラゴンアロー打ちたいのに。なんでそういうひどいことするの。そういう子にはお仕置きですね。頭のドラメシアも悲しいだろうな。残飯とか食べたくないって。で引き先なんだけど、全然腹張りに変えてくる可能性あるんで。よかった、足棒打ってよかった。え、これで身代わり張られてもさすがに割れないかな。ありがとう、火力を上げてくれるんだ。ありがとうございます。あ、おいちおいち。お前セグレイブ初手投げられとったらどうしとったん。本当にインタビューしてみたいわ。初手セグレイブ投げられてたらどうしてたんですかって。ガモスから入るかな。ラウド、お前もたたり目持ってんのか、もしかして。これやばい、ハラバリーの腹バリーが過労死しちゃう。負担がでけえ。あくびは美味しい。一応腸前をケアしたってことか。いや、さすがに直帰だから余裕のよっちゃんで耐えるよ。何が、いや、そんなもん、食らわんって。
こんなの食らえません。全然食らわん。うわ、強すぎ。急所感。まあ、ここは足棒打つか。やっぱみんな腹張り使った方がいいよ。めちゃくちゃ強いもん。はい、もう怠けるもちゃんとケアしてます。もう受かりません。隠密マント、めんどくせえなお前。まあいいや、一生パラチャ打ってたらいつかお前は殴らないといけないかな。テラバーストは？なんで血迷ったか、意味がわからん。なんでフレソンじゃないの、押しミスか。うん、犬みてえな鳴き声だよね。この要塞。ああ、猿ね。猿ね。まあ、足棒を打っとったら、ガモスが最速なんで、締めれるかな。おー、魔剣気か。確かにもうガッサとかいないから魔剣気の方が強そうではあるよね。オーバーヒート当てれば勝ちか。腹張りクソ頑張ったからお前頑張れよ。絶対当てろよ。マジで。よーし。でも最終日の三桁隊はこの海竜クソいたね。この海竜と五つ目サーフ号。電磁波たたり目のめっちゃおったね。ラウド、ヘイラッシャ、ドラパ、ミトム、マスカーニャ、ドー。なるほど。なんか、受け折りなポケモン多いなぁ。これはね、渓流から入って、もう多分ね、ドラパー、マスカーニャ、ミトムあたりから入ってくると思うんで、いきなりテラスタルして、もう捕まえて、いじめて、で、同等、ワニとヘイラッシャは腹張りでいじめて、そういう感じで行こうか。こんなもうワニもナマズもどうも初手から来るようなポケモンじゃないから、もういきなりも捕まえる渦で。ワニから来たんだけど、
お、どういうことですかこれ、どういうことですかこれ、まあ、一応鬼火のあれがあるのはあるんだけど、まあいいや、捕まえるか。じゃあお前にするわ。あんたでもいいよって。じゃあそこ試合決定でって。試合するか俺と。まあでも麻痺ってくれるんだったら腹張りに引こうかな。あんたでもいいよって。めっちゃ紛るやん。居座るやん。歌おい、なんか変なのいるって。助けてくれ。初めて見たぞこんなの。なんだこいつは。しかもなんか居座ってるし。ふれそう。こんばんは。ふれそう。意味がわからん、マジで。かわいい。色違いいよね。もうマジでまだ居座ってる。意味がわかる。当たり前。はあ、なるほど。強ちょっと待って。でも今2ターン目だよね。まあ、さすがに最長眠りはないと思ってる、俺は。よーし、さすがにな。で、これいけるよね。オッケーオッケーオッケー。いや、もう今すぐみんな腹張りを育成してください。いや、歌うラウドボーンは初めて見たわ。いや、この対面なんですけど、ドラパルドは、まあ、基本的にドラゴンアローがメインウェポンじゃん。で、あと、なんかサブで、なんか両刀型でシャドボとかだから、まあ、今回はね、この、うちのハラバリーは、なんと CD 特化の直帰だから、ドラゴンアローしてきたら、透かせるし、まあ、ここはテラバーストで。まあ、勝ったでしょ、さすがに。このハラバリー欲しい。そうですね。じゃあ、スパチャを1万円ぐらいもらえたらあげます。冗談です。でも、ハラバリーの色厳選マジ疲れたね。スピガがちっちゃくて見えないから。もうなんだっけ、大量発生を狙って捕まえた。OK。いや、ちょっと歌うラウドボーンはちょっと想定外だった。テラスタか。これなぁ、まあ相手テラスタル切ってないからね。負け筋地割れか。いじめちゃうか。はい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 。そんなに地割れが打ちたい？じゃあもっと打ってきてよ俺に。やばい、ポケモン楽しい。ちょっともっと見せてその地割れ。この帰りは本当に強いです。はい、まあそんな感じで潜っていったんですけど、このハラバリーの強さ分かっていただけましたでしょうか。
やもう本当ね、この子マジで強くて、で HP がもう振らなくても184もあるんで、うん、もうね、もう使うんだったらもう直帰持たしてもう CD ぶりでいいかなと個人的には思っております。まあ、テラスタルの枠なんですけど、まあね、まあフェアリーは使いやすかったんですけど、まあここはその自分のその組むポケモンに対して構築に対して全然変えてもいいと思いますし、うん、ここはカスタマイズ要素の一つだと思います。であとのパラボラチャージとボルチェン足棒は、まあ、ここはもうほぼほぼ 100% 採用しといた方がいいんじゃないかなっていう枠ですね。まあ、テラバーストだけ、まあ、お好みのカスタムで使ってみてあげてください。はい、まあそんな感じで今日の動画は終わっていくんですけど、まあね、いつも通りチャンネル登録とかコメントとか高評価とかしていただけると今後の僕のモチベーションにつながるんで、よかったらよろしくお願いします。それとね、なんか以前そのライブ配信をしたんですけど、まあ結構評判良かったんでまたやろうと思うんで、まあぜひね、そちらの方にも遊びに来てもらえたらなと思います。それではまたどこかでお会いしましょう。さよなら。